私は、東京でラ・ロッシェルというレストランをやっております、酒井です。僕はフランス料理をやってるんで、オーストラリアのこう赤身の肉の方が、料理にはフランス料理には非常に適しているから、店でも使ってます。オーストラリアの肉は、まあ、3ヶ月ぐらいこう熟成させるエイジングをかけた肉をほとんど使ってるんですけども、そうすることによってこう肉の風味とか香りも出るし、やっぱり十分こう熟成させた肉を使うことがオーストラリア牛の僕は特徴だと。オーストラリアのビーフは世界中の中で多分ナンバーワンだと思います。